んだなんだなんだなんだ。よし。ちょっと。こんばんはじゃない、こんにちは。そう、なんかね、ずっと最初からさ、あのすぐさ「看板ありがとう」って言ってさ、配信すりゃいいじゃんってさ皆さん思ったと思うんだけど、そう いつなんかさ落選したからこの子完売したんだってなってさ、なるほどねとかさなるわけじゃん。だけどさ、公にさアイドル側が言っていいのはさいつなんだろうと思ってさ、さ思ってずっとなんかタイミングを見計らっていったら、なんかもうなんか時が過ぎてたというわけ。うん、どうしよう。あ、いいね。そう、なんかいいさ言葉が見つかんない、文字数的に。ちょっと待ってね。ちょっと待って。このあとはそうお仕事です。そう、なんかさ、なかなかさ見つからなくて、そう、見つからなくて、そう、言っていいタイミングが見つからなくて、そう、こりゃいいのかにーと思いながら。そうなのよ。
そう。でもまあ追加販売がなかった時点で言ってもう良かったかもしれないよね、よく考えたら。追加販売のタイミングで言えばよかったね、よく考えたら。はい、という感じです。なんかね、そう、そうなの。なんか、そう、なんかさ、オフラインね、私も楽しみです。なんか初めてだし、なんか私から話せるかなとか、なんかいいこと言えるかなって感じだけど、実感湧かない。そう、なんかもうこんなに大人になったのかと思って、高校生にならないと思ってたし、中学生の頃ぐらい。もうなんかさ、3年目でさ、もうなんか4期生と一緒にスンとし、なんか何、3期のなんか感じでスンとしてるけど、もうなんか3期ですよみたいな、3期ですっていう。なんかコンサートとかでもさ、なんかさ、これからがどうとかこうとかみたいなさ、テーマでやってる中さ、そういやおしゃべり会やったことなかったわみたいなやったことないわってなったんだよね。そう、歌う曲は大人なのにね。確かに大人曲が多いんだけどね。そうなのよ。意外とおしゃべり会いたことない人なんです。意外といない。あて。なんか不思議な感じする。本当におしゃべり会いるのかな。逆に子供曲だったらどうなるか。え、私割と子供曲も得意だよ。子供曲とはって感じだけど、子供曲も歌えるよ。ドキドキ。え、実際にさ、私のことを見たらさ、どう思うの？どう思うの？まあ言うて劇場で近い距離で見てるけど。どう思う？どう思うの？わお、わお多いな。
そう。本物だと思う？お見送りね、あれさ、お見送りさ、みんながさ、もうわーってなってるからさ、ありがとうありがとうってなるからさ、それとはまた違う感じになるかもね。ちょっと待って、なんかさ、ドア開いてた。ちょっと待って。よいしょ。おっとっとっと。コードが引っかかってる。何これ、何これ。入った。そう、楽しみにしていてください。そういうこと。お見送りで突っ込まれた？何かボケたんじゃないじゃ。自己紹介で終わりそうだって。確かにね。でもね、最初は自己紹介でいいかも。初の人多いね。初の人が多いのね。ふふふふふ。でもね、なんかなんていうか、そう、次がいつ、次っていうの、次の何、シングルのおしゃべり会がいつになるかわかんないけど、その時はね、もうちょっと部が増えてることを願おうと思います。じゃあ、願う。願う。増えるかな。完売だから増えると思うよ。だって、そうだね。飾り付けとかするのだって。飾り付けっていう概念初めて聞いたけど。何、飾り付けって。飾り付けっていう概念があることをさ、初めて知ったよ。飾り付けっていう概念があるんですか。初耳なんですけど。初耳。あと3日やけど。ダイソーで揃えれるなら。初耳だよ。ダイソーでいいなら。初耳、今聞いてよかった。
でもさ、去年の生誕のやつでいいかな。ダメ去年のさ、生誕で置かれてたやつそっくりそのまま置いたらダメ。それでもいいかも。だっていいならそれで、大事に取ってあるので。その方がファンの方も嬉しいし、私も楽だし、ラッキーだよね。うん、うんうん、エコ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 。それで、一石二鳥、ウィンウィン。でもさ、私さ、別にさ、泊まるわけでもないのにさ、長岡に。なんかさ、着る服が多すぎてさ、スーツケースとかで行くことになりそうじゃない？飾り付けも持っていくってなったら、とんでもない荷物になっちゃうよ。とんでもない荷物になっちゃうよ。みんなどうしてるのかな。多分みんなそうなの。どうしているの。多分さ、花江ちゃんとかさ、たくさん服買えるじゃん。花江ちゃんと誰が買える、たくさん買える、ルアちゃんとかたくさん買ってるイメージ。おう、ポキちゃん多い。確かに、ちょっと服着る服多い人に声かけてみる。っていうか、そう、花江ちゃんは荷物がもともと多いから、多分花江ちゃんに聞いたら多分すっごい答えが返ってきそうだから、じゃあポキぐらいに聞いておくかな。そう、花江ちゃんはさ、もともとさ、荷物がめちゃめちゃ多いから、あ、これ持って、これ持って、なんか自前の電気も持っていこうみたいな感じだから、そう、めっちゃ多いの。そうなんだよ。電気も何持ってきてるんだよ。そうなの。私は荷物重いよ。私のカバンを誰かが持つと、なんだこれってなる。なんでこんなに重いんだってなる。そうなのよ、重いのよ。そう、重いのよ。何入れてるのか、大したものはそんな入れてないけど、そう、何が重いかって言われると、なんか公演の日はね、水筒が重い。そう、かりんを入れてる水筒を持ち運んでるんだけど、それが重いね。水筒が重い。寒風。
そう。おお、そんなに大きい水筒じゃない。だけど、そうなの。何が重いかって言われると水筒かも。いや、あのね、寒いってなったのはね、一瞬でこの部屋を冷やすために、あの25度にしていた。そう、一瞬で冷やそうと思って、あの一瞬すごい寒い温度にしたのを忘れてた。そういうことですね。ダジャレ言ったのかと。だって、そう、ダジャレは言ってません。もっちゃんじゃないので。どうなんだろうね。私ってさ、実際に会ったらさ、どう思うんだろう。普通だなって感じかな。なんかさ、実際に会って、なんか、あれ、この人意外とちっちゃいとかさ、あるじゃん。多分私はね、普通だなっていう感じだと思うんだよね。普通ぐらいだなって。そう、目が大きそうだって。どうでしょう、みんな華奢だなって思う。だって、あー、確かにアイドルは華奢だよね。アイドルは華奢やな。キャシャヤで、顔が小さいかは分かんないですね。でも華奢な人はね、多いと思う。でも誰に一番体型が似てるかって言われると、誰かっていうと、多分ななみさんに似ていると思いますね。はい、どんなサイズ感かって言われると、はい、スイスイとかユーハとか、なんか3期にななみさんに間違えられるので、あ、ななみさんかと思った。体格は多分ななみさんぐらいだと思うんですよね。はい、多分そうですね。そう、私とみゆみゆさんが似てても、なんか実際に間違わないのはさ、多分さ、身長とかもあるよね。DMM だと分かんないって言われるけど、そう、実際に見るとね、そう、さすがに違いは分かるっていう
感じ。でも多分目が似てるのかもね。ななみさんじゃない、みえみえさん。声の大きさ並ぶと姉妹感ある。うん、今はねもっちゃんが一番高いって言うらしいよ、らしいよ。頂上決戦してみたところ、そう、もっちゃんが一番高いらしいよ。頂上はもっちゃんでした。いつかたかしが一番になるかも。だってね、たかしね。でも私もさ、もともと最年少だったから、リイカが一番になるかもってなってたけど、私のね、私もはどうなんだろうね。私も伸びてるけどね、多分。そう、富士山はね、越されてしまったの。もっちゃん、今はもっちゃんです。慎重に萌えが勝ちました。慎重に萌え。慎重に萌え。白いご飯が大好きな杉本萌え。もちゃんのさ、キャッチフレーズいいよね。慎重に萌え。そう、皆さん身長を伸ばしたい場合は整体に行くのがおすすめです。そう、整体に行くと身長が高いのがキープされます。そう、でもね、行く整体にもよるかもしれないけどね。そう、割と整体に行くと身長が高いのをキープできる。3センチ伸びるらしいね。そうなんだ。いやでもね、一瞬じゃないのって。そう、確かにね、一瞬なんだけど、行くところによれば、普段家でこういうことをしてくださいねって言われるのね。そう、だからそれをやれてれば高いのをキープできる。そう、私もそれで結構伸びた気がするな。定期的に通うのがやっぱり大事だよね。え、足長くなるんだよ。そう、長くなりますって。そう、なんか今右足の方が短いですよねみたいに言われるんだけど、そうで、右足が伸びるとかあるの。そう、だからそう、めっちゃ足も伸びるの。すごいよね。おじさんでも伸びるかな。だって、いや、年齢も関係なく伸びますよ、多分。伸びるよ。
身長4センチ縮んだ？縮んだの。でも縮んだならもともとの身長に伸ばせそうだけど、ね、分からんが。そうですね。毛は伸びない、抜けるけど、だって伸びるよ、伸びるよ。伸びるよ。そうだね。ひげ伸びるのになぜだって、ひげは伸びるのにって、顎は顎の顎は確かに、確かに。ひげ頭に植えたらいいかも、だって顎を頭に移植すればいいんだ、だってそうだ、そうだったかも。移植発想の転換、移植。移植をしましょう。伸ばし、何かを伸ばしたいっていう場合は、なんかいいものを食べるといいんじゃないですか？わからん。わかめ？牛乳？わかめやら牛乳やら。わかめやら牛乳やら飲んでみたら、ちゃいますか？成績を伸ばしたい、だって成績ね、成績はまあどっちでもいいかに。ゆりかちゃんが最近よく食べているもの？アイス。ゆりかさんは人気かな、だって。そうですね、人気を伸ばしたいかな。高音を出すには何を食べればいいの、だって。のど飴。
レンコンのダーメ、なんか揚げ物を食べるとなんか喉が潤うとかは聞いたことあるけど、あんまりそれは気にしてないね。そう、わかりません。でもわかんない、パフォーマンスをする方だったらうまく歌いたいっていうか、うん、なんだろう、集中して歌うためになんか集中できる食べ物、なんかカフェインを飲むと集中できるだけ、なんだっけ、なんか集中できる、これ食べると気合が入るっていうものがあるといいかもですね。まあ、多少ダメでもいいけど喉に。なんかやっぱり一番は集中力かなって思うので、そう、集中力では。でもね、あまりに集中しすぎるのもちょっとあれだけどね。そう、私はうまく歌うっていうか、まあ集中するの方を大事にしてたので、そう、集中かなって。なんかこれを絶対この前に食べるとどんどん気合が入ってくるみたいな。そう、でもあまりに集中しちゃうとね、吐けた後にドドドドってもう崩れ落ちちゃうタイプなので、あんまり集中するとダメなんですけど、集中が大事かなと思われます。自分は集中すると息止まるかもな。なんかさ、なんかさ、転ぶ、ちっちゃい頃のさ、転ぶ1秒前とかがスローモーションになるよね。あれ多分集中してるんだろうねスローモーションになる、小さい頃転ぶ前、あ、やばい、これ転ぶ、絶対転ぶそう、絶対これ転ぶって思って、1秒がさ10秒ぐらいに感じるそう、集中ね、集中って面白いよね。そう、あれなんで防げないのって、あれ集中してるのかなって思った。あ、これ絶対転ぶなーって子供心に10秒ぐらいで感じながら結局転ぶ、そう、結局転ぶ、そう。でもさ、手をつくといいって言うけどさ、手をついた結果さ、手も怪我しちゃうことあるじゃん、小さい頃って。そう、頭をフル回転させながら手のどこをつこうかなってしてどこをつこうかってして、超頑張って考える、一瞬でどこをつこうかな、頭を守らなきゃ、そう頑張って転ばないようにするけど結局は転ぶ。でもさ、ずっとそれぐらいのさ集中力みたいなものが欲しいよね。そう、
集中って大事よ。なんか勉強もそうだしさ、パフォーマンスもそうだしさ、お仕事でもそうだしさ、集中力長く続くって大事よねって思った。そんなに私長く続くタイプじゃないの、パフォーマンスでも何でも。そう、なんかこの曲は絶対できるけどこの曲はなんかできないとかあるし、続かないのよ。そう、続かないのよね。ここには時計がない。そう、なんかね、集中力が欲しいよ。なんかさ、集中できたらもっとうまくいくのによって思ってる。なんでもサンタさんに集中力を頼もうかな。集中力をください。学生の時が一番集中力あったって。確かに、確かにな、そうだわ。確かに今が一番あるのかもしれないね。だったら悟り開く。だって開くか、悟りを開くか。なんかね、でもね、集中の仕方がね、分かんないこともある。なんか勉強とかはまあそりゃ集中しようと思えばスマホの電源を切ってってやってしょうがなく集中するんだけど、なんか心に太陽とかさ、どうやってあれ集中するのって思いながらやってる。まだ悟りを開けてない、あれは。悟りの開き方分かってなくて。そう、まだ悟りは開けてない。どうやってさ、元気曲でさ、悟りを開くの、あれ。元気曲ってそもそもさ、悟りを開けるの、あれ。どうやって悟りを開くの。どういうことなんだろう、悟りを開くって。でもさ、一瞬さ、なんか悟りを開くってなんだろう。なんか僕並みとかで悟り開けてますとかさ、何、愛をどうして、うん、絶望すれば、絶望の後で、絶望の後でで悟り開いてますっていうのもわかるけどさ、むずいよね。なんか悟りを開けるってどういう意味かわかんないしさ、悟りをさ、どういうことかわかんない。だってさ、
表情作ってれば悟りを開いてるってわけじゃないしさ、逆に表情を作ってるっていうことを考えている時点で開けてすらないじゃん多分。表情に気をつけてるって時点で、だから多分じゃない、私は歌詞を考えて、歌詞を考えるっていうか歌詞から経験とか何かを考えるようにはしてるけど、表情を作るって言ってたりか、それをしている時点で悟り開けてないから、うーんって感じ。そう、悟りを開くそう、むずいよね。お寺でも行くか。お寺でも行く？悟りを開いてくるか。勉強ってどうやって集中するんですかってお寺の人に聞いてこようかな。じゃあお寺で勉強ってどうやって集中するんですかってただのお悩み相談だって。確かに、いや私は悟りを開いて集中して勉強したいんですって、どうやったら集中できるんですかって。滝に打たれてみる。わかる。なんで勉強してる時って部屋の掃除をしたくなるのか、したくなるのか。そう、したくなるのか、片付けたくなるのか、逃げたいからか。何かを練習したり何かをしなきゃいけなくなると、なぜかどうしても部屋の片付けをしたくなってしまうのはなぜなのかなぜなのか教えてくれよ。本能だね。だって本能なのか。一応スマホはいじっちゃダメってわかるけど、勉強からは逃げたいとか何かからは逃げたいっていうね。逃げたいんだよ。突然断捨離をしてしまうのはなぜなのか。悟りを開いていないからなのです。だってそうなのです。可愛いアイドルがたくさんいる中脱線した。まあ、男性スタッフさんは悟りを開いてるとしか思う。平然としているのは悟りを開いてる。確かに、なんかさ、私もね悟り開いてるなって思ったことがあるの。なんかさ、警察の方とかさ、よくさライブのところとかさ、警察じゃないけどさ、スタッフさんみたいなさ、ビブスを着てる方とかがさ、フェスにいることはよくあるじゃん、ステージの前に。それでさ、ステージが向こう側にあったとして、反対側をお客さんの席の方を見てるのね。つまりアイドルと同じ、アイドルに背中を向けてあのお客さんの皆さんのことを見てたりするのね。あー、絶対私だったら見たくなると思って。私後ろが気になっちゃうじゃん、やっぱり。私さ、曲も流れてるしさ、踊ってるだろうしさ、歌ってるだろうしさ、気になるじゃん後ろ。だけどさ、お客さんをさじっと見てるわけじゃん。それは悟り開いてるなって思うよねえ、すげえって。え、だってさ、興味がないかもしれないけどさ、どんなに興味がないフェスでもイベントでもさ、後ろからさ音楽流れてたらさ、後ろ振り向きたくなっちゃうよって思ってる。
悟り開いてるなーって思った。確かに。プロフェッショナルの流儀なんです。確かに見てたら怒られちゃう。確かに。あと、なんだろう、でもさ、なんかさ、人間でさ、音楽が好きじゃない人っていないじゃん。なんか音楽をさ聴かない人とかあんまりいないじゃん。なんか音楽は聴きませんみたいなさ。音楽はさ、娯楽の中にさ一個あるじゃん。だからさ、絶対さ、どんなに興味がない人たちでもさ、音楽っていう時点でさ見たくなっちゃったりするよね。見たくなっちゃうよ。警備員できないね。だってできません。警備員はできません。私には邪念が多いのかもしれない。気になるなー、これは何だろうなーとかさ、仕事しながら考えちゃうもん。私には多分邪念があるんです、多分。邪念がある。私は警備員さんできないです。邪念のせいで後ろライブ振り返って見ちゃうもん。見ちゃうよ。好奇心ってことだね。だってそうだね。ゆりか様 MBTI は何だって。 ENTP です。何回やっても ENTP。 質問が変わってやっても ENTP です。 ENTP 以外出たことがありません。 ENTP です。討論者、討論者です。でもなんかね、3期で相性がいい人が多いらしいけど、前すっごい前に多かったっていうだけで、仲いい、どうしよう、全然今いなかったら悲しいけど。討論者、まあ討論したいわけでもないけど。別に討論したいわけじゃないけど。リリカ様に討論で勝てる気がしない。討論の中身が斜めだからな。だって。私はね、討論ね、あんまりしたことないのよ。授業で討論しましょうみたいなのがあっても、なんかぼーっとしてたから。 そう、なんか討論、まあ意見を言うっていうね、こともできたかもしれないけど、小学校でそういうのあったけど、なんかちょっとめんどかった。 ちょっとね、
これ疲れるなと思って、そうぼーっとしてた。そう、もし、そう、そうだね、討論ね、討論が開催 NGT でされたら、まあ ENTP なんで勝てるかな途中で飽きてきちゃう気がするよね。でもなんかそろそろアイス食べようよってなりそう、そろそろアイス食べようみんなってなりそう。誰なら勝てそう？だってユーハだってユーハ多分声小さくて言ってることわかんないとかで多分不正勝しそう。ユーハだね どんどん語尾が小さくなって自信なくなっていきそう。あ、確かに確かにみたいな。はあ、確かにそうかもしれないみたいな。ユーハです。でも意外とカイリさんとか強そう。なんか新しい考えを生み出しそう、カイリさん。MC でやってほしい。だって MC でやる？いいよ。大江さん強そうだって。はるかさんね、どうなんだろう。かえりちゃんもりりかさんもそうちゃんと同じ系統。じゃあかえりさんと私とはるかさんで討論しますか。カイリさんと私とはるかさんで3人で討論するとしたら何の討論するんだろうね。どちらかる未来しか見えないだってでも日野さん1人いてほしい気がするけどね。それその3人だったらちょっと日野さんにいてほしいけどひのさんがいれば多分大丈夫。うん。ひのさんがちょっと欲しいけど。そう、ひのさんが話をまとめる。そう。断られるかも断られるかな。断るって言われそうだって。やばそうでおもろい。じゃあ討論 MC いつかやりましょうね。討論ね。何について討論するんだろうね。何について討論するんだろう。なんかさ、なるべくさ、くだらなくないことを討論したいよね。興味深いこと。それって何って感じだけど。
ファンから募集してもいいかもね、だって。あ、じゃあそうしていいですか、そうしていいですか。劇場のお弁当問題についてだよ。劇場のお弁当で何がいいかとか、株価について。株価、日経平均株価がどうだこうとかってこと。株価、ファンのあるある討論会 DD に生かされている。ファンを増やすには、公園で見るならどこの席がいいか。全部いい全部いい全部いい。実はさ、全部スクショしていきたいんだけどさ、ダメ。ちょっと待って、ちょっと待って、あーあーと寝ちゃうよ。ヘンテコリーズ新メンバーについていいね。その日の公演で新メンバーを、花江ちゃんと私がいる公演にしたよね、だったら。推しは何人までが妥当か。いいね。お見送りの正解。なるほど。面白そうだな。キャラは作るべきか。いいね。キャラは作るべきかっていう討論したらさ、どうなるんだろう。裏側っぽくなりそうだね。面白そう。Tシャツは何枚まで。いいね。なんかさ、メールとかで募集しようと思ったけど、もう今ので決められそう。語気で入ってきそうな子。ああ、なんか語気でこういう子が欲しいとかね。なるほどね。でもその討論はなんか語気性オーディション募集しますイエーイってなったらやりたいね。ボケとツッコミどっちが得か柱問題。いいね、いいですね。面白そう、どれも。面白そう。このショールームのスクショ見ればもう決められそうだよ、次の公演の MC。 超面白そうだね。わあ、落ちたよ。でもさ、4期生のオーディションみたいなものがいつかあれば、まだ全く分かんないけど、なんかこういう5期生がいたらみたいな話もしたいね。討論楽しそう。楽しそうでいいな。じゃあ討論系の MC は私にお任せあれ、お任せあれ。
佐渡出身の5期生だって。確かに佐渡ね、いいね。確かに こんなご規制は嫌だ、こんな丸々は嫌だ、いいね。いいね。はるか村についてお願いします。はるか村について、はるかさんがいる MC があれば。面白そうだね。今日のね、公演でね、もう今日も公演、今日の配信でもう何回か公演の MC できちゃいそう。はるか村は存在するのかなって。それね、シビアな問題ですよね。シビア、シビアな問題。まあ分からないです、本人に合わせましょう。最近封印されてるだって。そうなの？封印されてるの？封印されてたんだ。封印されてる。確かにハルーラーになってるもん。ハルーラーって言ってるし、ハルーラーができた時点でハルカブラはもうさよならしてたのか。いいね。なぜコンビニを見かけたら入ってしまうのか問題。いいね。面白そうやな。はるか村か、そか。はるか村はどうなったの？最近はるかさんと話してないし、そういえば。ふん。話してないし、はるかさんが忙しいから話してない。歌唱力前に一回ご飯に行ったきりやで、行ったきりやで、歌唱力終わったら行こうって話してたけど行ってないで。行こうって言ったけど いやー、でも私テストもあるんだよな。そういえば歌唱力終わったらテストだなと思ってて、テストも迫ってくるし、はあ、
テストあるんだってあるよ。学生だもん。あるよ。そう、2学期始まるとすぐあるのだって、すぐあります。すぐあるのです。ぐぬぬぬぬぬぬ。うわぬぬぬぬぬぬ。そうなんです。やだ、夏休み終わらないでほしい。うわぬぬぬぬぬぬ。そう、宿題はたくさん100点取ってるけど、頭に入っているのか。ぐぬぬ。急に現実が襲ってきたなって分かる。急に現実。ぐぬぬぬぬ。配信100時間するからテスト免除とかありませんか。ぐぬぬぬぬぬぬ。配信100時間するから。ぐぬぬぬぬぬ。いや、勉強。現実。ぐぬぬぬぬ。私リアルに初めてぐぬぬぬぬって言ったけど。現実がのしかかるとぐぬぬになる。そう、ぐぬぬぬぬ。私が学生の夏休み終わりぐらいに配信が増えたらそういうことですね。勉強したくない。はい、夏休み期間が終わって配信しだしたら勉強したくないんだな、ぐぬぬぬぬっていうことです。ぐぬぬぬぬぬぬ。現実逃避配信。ぐぬぬぬぬ。やりたくない。その頃部屋ピッカピカ。私のテスト期間が終わる頃には部屋がピッカピカだと思います。部屋の壁とか変わってたらどうする。部屋の壁水色とかになってるかもよ。そしたらどうしても勉強したくなさすぎてリフォームじゃない、もうリメイク、部屋リメイクしだしちゃったかも。夏休み終わりの学生メンバーの配信が増えたらテスト勉強したくねーってなってるかも。そうなんです、学生の現実逃避配信。やりたくないよーって。たかしは配信で勉強してるだって。そうなの、たかし。えらたかしすぎる。えらいさんたかしやな。えらいさんたかしすぎる。たかしえらいの。配信も勉強もどっちもするのか。意識たかしだ。意識たかしやな。リリカ様は100点だからだって。そうだよ、勉強はそこまでたくさんしてるわけじゃないけど100点だからいいもん。いいもん。たかし英検2級なの？あ、英検12級？どっちでもすげえよ。
すげえな、英検受けたことないよ、受けたことない、受けたことないな、英検なんてないな、漢検も受けたことがないな、不正書受けたことないな、まあ受けたことないわ、こっちは唐揚げニストだぞ、だってまあフライドポテトアンバサダー検定ブロンズだし唐揚げニストだからな、まあ唐揚げニストだから、まあ唐揚げニストなんで、リリカ様の絵片言だからね、なえ、でも私普段から片言なのよ、そうコメント撮りみたいな時とかロケの時とかでも片言でもうね、そう定着してるから、鈴木リリカイコール片言だから、片言だから、日本語まで片言だから、なんでか知らない、普通に喋ってるだけで片言なんだでも片言だと、それが通常だと思っている人がも見るからね、メールも片言っぽい、そうなのよ、まあ片言だけど滑らないのでだって確かに通じればいいんです、通じればいいんです、いいんです、流暢に喋れないけど私失敗しないので、ロケで言うと何、失敗しないっていうのは多分私滑らないのでですよね、ロケで言うなら、滑るなよ滑るなよ、私失敗しないのね バラエティになるんだって、確かに、私失敗しないので、失敗するかもしらんけど別に私全然ロケ初心者なので全然失敗するかもしれませんが、大人になってそう言い切れる人なかなかいないんだって、確かに確かにねえ、まあでも失敗ってないですからね、そんな大失敗なんてないですよ、別に滑っても失敗じゃないし滑んなくても失敗じゃないし、まあ黙り込むのが失敗ぐらいですかね、ロケなら黙ってなきゃいいんですよ、とにかくなんか喋ってれば失敗じゃないし、黙ってなきゃいいんだよ、とにかく喋ってりゃええんやで
で。外国人に話しかけるロケもあるかもよ。だってありましたよ一回。懐かしいですね。懐かしくもない、割と最近だよ。割と最近だよ。いつだっけ。いつだっけ。そう、通るだけで通じてたやつ。通る通る通る。そうなあ、ありました、なりました。通る通る。そう、ゴールデンウィークね。そうだね、確かそのぐらいかな。そろそろ壇上を読もうかしら。おいしい。いきます。13位翔さん、12位フレムさん、11位哲夫さん、10位イカッチさん、9位タムヒロさん、8位新田さん、7位グリーンマンさん、6位リエちゃんズさん、5位マシオさん、4位ベロさん、3位ジンさん、2位 KITT 萌えラインさん、カンクローさん、ありがとうございます。はい、そうですね、私失敗しますのでっていう感じですね。結局は失敗しますよって感じですね。ではありがとうございました。バイバーイ。